この番組は、武器物資ならお任せ、ウェポンプロバイダー、S さんと、楽しい人生の隠し味、ファミーライフシンジケート、黒猫アイゼット、他、ご覧のスポンサーの提供で、お送りします。はい、今回は、S2S のエアソフトガン、スーパーショットガン、ソードオフ、コンバットモデル、対象年齢18歳以上用の、エアーコッキングガンで、ちょっと遊んでみる動画です。定価3800円というお手頃価格ながら、3面に 20mm のレールと、スコープ型のダットサイトが、付属してきます。今回ご提供していただいたお品物は、発光するタイプのダットサイトが、付属していますが、最近のものは発光機能の、ない、ダミースコープとなってしまったようです。初期不良が多かったことが、原因のようですね。ということで、このスーパーショットガンの、性能を測定したり、軽く分解整理して初速を、上げてみたり、お座敷のみですが試し撃ちをしてみたり、やっていきましょう。まずは、外観など眺めていきましょう。重量は、スコープと本体で 993g、マガジン込みで 1036g でした。マガジンは、両側のボタンでロックを、解除するタイプで、自重では落下できない仕様ではありますが、軽く放り投げれば自重で、落下してくるでしょう。19発装填できるマガジン、BB 弾は、爪で保持されていますね。コッキングされていない状態の、トリガーは非常に軽いです。トリガー後部にはクロスボルト式の、セフティで、赤いインジケータが見えている状態で、発射状態です。3面に装備されている 20mm のレール、左右のものは別パーツで、上部のものはマウントと一体となっていて、いずれも樹脂製です。3面のレールとなんちゃって、スコープだけでも、無骨な印象でカスタム感もあって、なかなか良いですよね。では、スコープを眺めていきましょう。マウントから何から何まで、樹脂製で、モナカ構造で、チャチな印象ですが、価格からすればまあ仕方ありませんよね。これは前期型の発光するダットサイトタイプなので、2段階のコード調節ダイヤルに、ボタン電池が入っています。現行のなんちゃってスコープだと、この部分は接着してあるようですね。チューブの径の割に、極端に狭い視界ですね。ただね、2段階のコードでちゃんと、発光するあたり、とても雰囲気があって嬉しいのですが、現行ので見送られてしまった機能となると、ちょっと寂しいですね。試しに、サクラッチャ様からご提供いただいたダットサイトを、取り付けてみると、雰囲気がぐっと締まっていい感じですね。可変スピンドライブシステムは、エジェクションポート部分の、スライドで調節できます。これは操作しやすくて良いですね。ソードオフということもあって、全長は 52cm、切り詰められたバレルとピストルグリップのおかげで、取り回しはかなり楽ですよね。144分の1スケールの、サイコガンダムやガンダムマーク2と、比較すると、こんな感じです。外観や装備品を眺めたところで、この S2S、スーパーショットガンの、威力のほどを、見える化していきましょう。まずはトリガープルを測っていきます。18金エアーコッキングガンの、トリガープルは、ガス風呂なんかと比べて重めな印象ですよね。S2S、スーパーショットガンのトリガープルは、ちょっと重めの 1.216kg でした。ついで動作音量です。まずは空打ちで測っていきましょう。BB 弾なし、空打ちでの動作音量は、104.6dB でした。今度は、BB 弾を発射しつつの、動作音量を測っていきましょう。BB 弾を使っての、発射動作音量は 100.7dB でした。BB 弾を使った方が、若干音量を抑えられるようですね。さて、性能の見えるか、最終セクションは、初速の測定ですね。気温は、
ちょっと涼しめで過ごしやすい 23.5 度、マガジンは26度ほどに温まっていました。 BB 弾は東京マルイのベアリングバイオ 0.2 グラムを使いました。この手のエアーコッキングガンとしては軽いコッキングで扱いやすく連射も楽ですね。 S2S スーパーショットガン初速の最大値は 75.64m/s、 0.5720 でした。はい、突然ですがサイコガンダムの3連装角3メガ粒子砲 S2S のスーパーショットガン、ガンダムマーク2の 2.6 メガワットビームライフル、みんなハドレをぶっ放したいかな。はい、ということで早速お座敷シューティングやっていきたいところですが、少し分解していきましょう。まずはレールマウントを取り外していきます。レールマウント一式を取り外すと ABS 樹脂のみ塗装の部分が顔を出してしまいます。組み立てた後で塗装されていると物議を醸したあの部分ですよね。逆に言えば組んだ後にセミグロスな塗装一吹きでそれなりな質感が出せるっていうことですよね。こんなに簡単にあの部分が丸見えですよ。グリップにハタクさんのビスがありますが、フレームと組んで左右のビス1本ずつとグリップ後部の六角ボルトを外すとグリップ一式が取り外せます。チューブ先端のキャップを外してアウターバレルを外してフォアグリップのビスを外してフォアグリップも取り外します。チューブパイプは金属製ですね。ここまで分解すればレシーバーを分解できるようになります。外周にたくさんのビスがあっていくつか種類も違うので注意して分解してくださいね。スプリングも強いし、トリガー周辺の他にナンバー周りも何だかスプリングが入っているのでビヨーンってなって空中分解しそうになりますよ。慎重に開けたつもりですがバラバラになってしまいました。フォアグリップとシリンダはダイレクトにリンクしていますね。シリンダにはピンで止めています。エジェクションポート側のこのスライドでチャンバーの可変スピンドライブシステムを操作しています。チャンバーのパッキンとアルミのインナーバレルの気密性が弱いみたいですね。チャンバーの側面にスプリングとこのプランジャーが取り付けられていてチャンバーへの BB 弾侵入を制御しています。この部分からプレッシャーをかけてシリンダが後退した時に BB 弾が連続でチャンバー内に侵入しないように抑える役割です。こんな感じでシリンダかっこフォアグリップが完全に前進している時だけトリガーを引ける構造になっています。せっかくここまで分解したのでインナーバレルにシールテープを巻いてチャンバーパッキンとの気密性を上げておきましょう。シールテープがしっかり自己誘着できる程度のきつさで厚さを微調整しました。
あとは、細かい部分のパーツの付け忘れに、気をつけて、逆の手順で組んでいけば、OK ですね。この辺のパーツやスプリングは、飛び跳ねて噴出しちゃう機械を、少し淡々と狙っているので、気をつけてくださいね。この時点で、各部分の動作をチェックしておくのが、良さそうですよね。初速がどんなになったのかな？とても気になってしまいます。さて、分解整備も終わったので、改めて初速を測ってみましょう。乗ってから90超えてる気がしますねー。インナーバレルの、目元を、ちょっといじっただけで、結構違うもんですね。分解整備後の、S2S、スーパーショットガンの、初速の最大値は、90.82mps、0.8250L でした。軒並みに90を超えてくるし、このコッキングの軽さでこの初速なら、なかなか良いですよね。さて、ここまで長かったですね。最後となりますよ。お座敷シューティングやってみて、締めくくっていきましょう。スコープは外してしまって、レールをサイト代わりにすると、うまく狙えました。スコープなんて飾りです。ただこれ、なかなかよく当たりますよ。なんだか嬉しくなってしまいますよね。僕の腕を考えれば、このエアーソフトガンは、優秀ですね。そして、向きになってシャコシャコとコッキングすればするほど、チャンバーに BB 弾を送り込んでしまう機能も、しっかり搭載されちゃっていますよね。目に見えて威力が落ちてしまう部分、可愛げもありますが、マガジンの相談数がちょっと、物足りないですよね。はい、いかがでしたか？定価3800円、密売3000円程度、安定して初速90あたりを、キープできて、そこそこ命中精度もあって、取り回しの楽なエアーコッキングガン、とってもお値打ち感がありますよね。3面レールにスコープ付きで、お手軽欲張り低価格、やっぱり、発光タイプのダットサイトは残して、欲しいところですよね。とはいえ、気軽に手を出せる価格帯なのは、間違いありませんし、メンテするのも楽しかったです。はい、お待ちかね。サイコガンダムの3連装核3メガ粒子砲、S2S のスーパーショットガン、ガンダムマーク2の2000、6メガワットビームライフル。じゃなくってさ、トウムラサメちゃんと、アイス食べたいよねって思ってしまったそこの、あなた、何かにけつまずいちゃって転んじゃうかもしれないので、変な妄想はほどほどにね。最後までご視聴、ありがとうございます。たくさんのコメントやご応援、ライブ配信でのチャットなどなど、私とっても嬉しいです。以上おしまいです。またね。